だが人生とは残酷だ。アリンさん、僕を信じてついてきてほしい。シャルマン様、私とフェアライズしましょう。私は歌います。皆さんを救うために。これが歌の力。ごめんなさい。アリンが俺の前から消えるってことか。悪鬼ファングメ、この僕が必ず殺してやる。行くか。ヒロイン登場ですわ。せい。ワイの番やな。ステージ準備整いました。ワイの番やな。よく見とけ。始めますわ。一斉仕分けですわ。
歌を聴け。どこへも行けぬ朝共鳴、歌った世界に刻む張りかけた真実がいつか逆さまるりの日を待ってる。首を掲げてやる。気を分けない今日も気を怖えか、手抜いたらんで。私の番ですわね。花よ戦場静まる空が続きよ、カッやったるで。ヒロイン登場ですわ。当然ですわ。やったるで。静まる空が月月よ、の音に風当たれば祈りよ、アタックエフェクト。やったらしゃしてったろ、アリン。アタックエフェクト。今は小さいか。限りますわ。どこへも行けぬ朝共鳴。歌方世界に愛せる。行きます。高さまるりの狭間。夜も明けない今日もきっと痛くします。本気ですか。音に風が降りよう。ワイの番やな。眠りたいの。行きますわね。
届きなさい。十分だぜ。引き裂く。一生懸命やります。いや。遅れんなよ、マリサ。さよならだ。ファング！ファングさん！あらら。女神と邪神が争い始めちゃったか。また同じ道になっちゃうけど、まあいいか。面白くなれば許してくれるっしょ。ほんと、きっかけって何だっていいよな。明日の天気でも味噌汁の具でも、波紋は石ころ一つあれば起きるんだし。ん？フューリーか。決めた。次はこれにしよう。破滅はあくまでさりげなく。さあ、誰も見たことのない混沌へ。どっかの誰かが退屈しない遊びを思いついてくれますように。うまうま。もう
食べられん。はっ、ああ、夢か。ああ、寝たな。いや、死ぬほど寝られた。というか、死んでたんじゃねってぐらい寝てたな。まるで10年ぶりくらいに目覚めた感じで、気分も最高だぜ。ここが牢屋じゃなけりゃもっと最高なんだけどな。ふざけんな！なんで俺がこんなところにいるんだよ！出せ！出せよ、こんちくさ！くそ！やめた、やめた。余計な体力を使っても腹が減るだけだ。あ？なんか前にもこんなことあった。そうだ、アリンと最初に出会った頃も牢屋にいたんだよな。無銭飲食の疑いをかけられてゼルウィンズの牢屋に入れられてよ。あの時は妙に牢屋が居心地よくて、3日くらい寝て過ごしてたらアリンが迎えに来てくれたんだっけか。いや、懐かしい。アリンっていうのは妖精で、簡単に言うと俺の相棒みたいなもんだ。ゼルウィンズにあった妖精武器フューリーを俺がその場の乗り感覚で抜いたことで、そこからは一心同体の関係っていうか。いや、違うね。そんな真っ当な関係じゃねえ。俺様がアリンの主人で、あいつは従順なしもべ。ま、だから完全に主従関係ってやつだな。ま、とにかく俺はアリンと出会ったことでフューリーの使い手フェンサーになった。で、今は女神を復活させるために世界中のフューリーを探し回ってるってわけだ。あ？なんでそんなことしてるかって？アリン、そうしろってうるさいんだよ。アリンのやつは記憶を失ってるんだが、なぜか女神を復活させるっていう使命だけは覚えてるな。ま、正直フューリー探しは面倒だが、女神を復活させると何でも願いを叶えてくれるらしいんだよ。そんなご褒美があるならってことで、仲間と世界を回ってる最中だ。で、世界を回ってるはずの俺がなぜこんな汚い牢屋にぶち込まれたのか、その理由が知りたいんだな。いいだろう。そもそも俺がこの町に来た理由は、とある金にがみつい情報屋からこの町にフューリーがあるって聞いたからだ。んで、ゼルウィンズからエンドはるばるここスウィルバーチまでやってきたはいいが、到着と同時に最大の不幸が俺を襲ったんだ。財布を落とした。もちろん速攻の裏側からゴミ箱の中まで徹底的に探しまくったぜ。だが財布を見つけることはできなかった。そして俺は思った。ああ、やる気なくした。
ピューリーとかもうどうでもいい。俺の財布が行方不明の世界なんて滅びてしまえばいい。闇の中にこそ光あり、絶望の淵にこそ希望あり。財布をなくし、貧血で苦しみ、腹が減ってもう一歩も動けない。そんな絶体絶命の状況の時だった。俺の目に飛び込んできたんだよ、光り輝く黄金の上りがな。スウィルバーチ名物すり鉢ラーメン、超特盛りを食べきれたらお代は無料。泣いたね。ああ、俺はワンワン泣いたね。俺は一瞬も迷わずにラーメン屋に飛び込んだ。そして産声を上げるかのように力いっぱい叫んだ。すり鉢ラーメン超特盛り一丁。だが人生とは残酷だ。ラーメン屋に飛び込んだあの決断がまさかさらなる悲劇を生むことになるなんて。続きが気になるか。だが残念ながら続きは次回だ。次回ファング懺悔。逃げろ、体力の続く限り地平線の彼方へ。ご期待ください。ゴキブリ相手にもったいぶった言い方をしてるのよ。結局お腹いっぱいになっちゃって時間切れで食べきれずに終了。払うお金もないから牢屋へ一直線ってだけじゃない。はあ、もうあんたって人はいつまで経っても変わらないわね。もっとしっかりしなさいよ。はっ、待ちくたびれたぜ、アリン。ファング、助けに来たわよ。いつも面倒を起こしてくれちゃって。アリン、遅いんだよ。しもべなら主の危機にいち早く駆けつけろ。誰があんたのしもべよ。前にも言ったけど、フェンサーと妖精は対等なの。絶対に覚えておいて。でも確かに少し遅かったみたい。まさかゴキブリ相手に会話をしてるなんて。私がもう少し早く来られてたら手遅れの状態にはなってなかったかも。やめろやめろ、そう深刻になるな。あれはちょっとした気の迷いだ。暇すぎてふざけてただけなんだ。本当に、なんだか随分と楽しそうだ。忘れろ、今すぐ忘れろ、一生忘れろ。俺もそうする。完全に黒歴史だ。それならいいんだけど。とにかくここから出せ、一刻も早く抜け出すぞ。へえ。なんだよ、何かおかしいこと言ったか。意外だなって。どうせファングのことだから。牢屋は3度の飯が出て快適だとか、好きなだけ寝られて最高とか言うと思ったの。最初はな、最初は俺だってそう思ったぞ。でもな、全然ちげえから。ここはそんな何
生優しいところじゃねえんだよ。強制労働とかいうふざけたもんをやらせやがるんだ。ああ、なるほどね。きつい肉体労働とか。違う。そんなまともなもんじゃねえ。ここの強制労働はな、天井から落ちる水滴を半日数えさせられたり、おにぎりを渡されて米粒が何個あるか調べさせられたり、砂場の砂粒を数えさせられたり、全く意味のない生産性ゼロのことを延々とやらせるんだよ。うわ、もう嫌だ。完全に嫌がらせに決まってるだね。それはゴキブリとも話し出すわけだ。俺の苦労を分かってくれたか。ならほら、さっさとここから出してくれ。俺の心が完全に壊れちまう前に。なんだよ、急にうすら笑いして気味悪いな。今ならファン、私の言うこと何でも聞く感じだよね。悪い顔をしていやがる。ほらほら、冗談はそこまでにして早く鍵を開けろって。あれれ、そんな言い方で大丈夫なの？待て待て待て、お前 S キャラってわけでもないだろ。無理するのは良くないぞ。いつもの素直で優しいアリンでいい。ありのまま、ありのままが一番だな。開けろください、開けてください。いい機会だから約束もしてもらっちゃおうかな。これからは私のことをちゃんとパートナーって認めること。はい、復唱して。なんだそれ。私とファングの間には切っても切れない濃い絆があるんだから、それも認めて私をきちんと尊重すること。わかった？ああ、はいはい、わかったわかった、約束するよ。約束するじゃなくて、ちゃんと口に出して。めんどくせえ。一生ここで砂粒を数えてた。アリンをパートナーと認め、尊重します。約束だからね。今度はそっちが約束を守る番だ。ほら、さっさとここを開けろ。はい、ちょっと待っててね。この狭い廊下のおさらばだぜ。じゃあな、同居人のゴキブリ君たちよ。できればもう会いたくはないが、これからも元気で過ごしてくれ。いやー、出れた出れた。ふふん、助けに来てあげた私に感謝してよね。ああ、そういえばそうだったな。いったー！なんで私の頭を叩いたの？
生意気なしもべにお仕置きしただけだ。またしもべって言った。あたしを尊重するって約束したのに。何が約束だ。あんな不利な状況での交渉はただの脅迫だ。守る価値なんてない。それはそうかもしれないけどさ、私だって頑張ったんだよ。ファングが食い逃げしたラーメン屋さんにはお金を持って謝りに行ったしさ、ここに来るのだってたくさんの監視を魔法で眠らせたし、自分が捕まるかもしれないのにだよ。分かった分かった。とにかく助けに来てくれたことは感謝する。ありがとうよ。なんか気持ちこもってないけど、話進まないし、いいことにしておくわ。んで、出口はどっちだ。もちろん脱出ルートも確保済みなんだろ。えへへ、それがさ、余計なおしゃべりしてたから眠らせる魔法は解けちゃったかも。つまり監視はみんな元気いっぱいで、俺たちを見つけたら血眼で襲ってくる。え？何が停車位？お前責任持ってもう一度監視たちを眠らせてこいよ。無理だよ、そこまでの元気残ってない。くそ、こうなったら仕方ねえ。邪魔する奴はぶちのめしていくか。